はい、というわけでサブちゃんです。いやー寒い。これね、収録日前日が今季初の真冬日だったんですけど、いや今日も真冬日なんですよね。多分最高気温がマイナス、2度から3度ぐらいなところかなと思いますけども、せっかくね、こう久しぶりに盛岡城跡公園に来たので、ちょっと雪景色をね、お散歩していきたいなと思います。いやー、しかし寒い。ね、いよいよ盛岡もこのね雪景色が始まりました。寒いんですよね、冬は。ちょね、本州で一番寒いって言われてるので、本当にねめちゃめちゃ冷え込んでます。もうマフラーというかね、ネックウォーマーと手袋が必須でね、今日の撮影はね、本当に寒かったんで、手袋とネックウォーマーと、帽子をかぶって、あとね、インナーに T シャツにセーターというかトレーナー着て、でその上からダウンを着て、で今日パンツもね、下にスパッツというかインナーも履いてきてるんですけど、いやーもう池凍ってるじゃんね。池が完全に凍ってます。これ凍っちゃってます。高松の池もすごいけどね、こうやってホタルの里も冬の間はね通行禁止になってますね。昔はね、もうちょっと遊具とかあったんですけどね。もうちょっとね、上にも行ってみたいと思います。いやしかし寒い。多分ね、これ融雪剤撒いてるからね、歩くところだけは多分大丈夫なんでしょうけど、ロードヒーターかな。いやでも冬の空気はね澄んでていいんですけどね。ただいかんせん寒い。ね、冬になると人が少ないですね。はい、昔はね、ここの上に銅像があったんですけどね。この上ね、今はないんですけど、春になるとね、桜がまた綺麗なんですよね。わざわざこんな寒い日に外のロケしなくてもっていうところですよね。あ、でも歩いてるとまだちょっとあったかいかな、うん、寒い。いや、ちょうどね、1年ぐらい前に初めての撮影を岩手公園というか盛岡城跡公園でやったので、本当に多分ぴったり1年ぐらい前かな。まだね、何の形式もない時代ですけど、ちょうどおがチャンネルもまもなく1周年ということで、またね、来年も頑張っていけたらなと思っております。結構ここの景色好きなんですよね。あ、ちょうどね、新幹線も見える。いい景色ですね。はい、というわけで久しぶりに盛岡城跡公園を一周してきました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘバ、ナイスデイ。